r Z はスバルがトヨタ自動車と共同開発したスポーツカー。スバルとしては初の量販型コーリング動車である。トヨタブランドでは兄弟車のトヨタ86が販売されており、生産は両社ともスバル群馬製作所本工場にて行われる。2012年3月28日発売。小型、軽量、低重心を狙って開発されたモデルで、 社名の由来は B は、ボクサーエンジン、R は、後輪駆動、Z は、究極を意味している。エンジンは、富士重工が開発した FB20 型をベースに、トヨタの直噴、ボート噴射併用技術である D-4S を組み合わせた、新開発の FA20 型。証として、インテークマニホールドウアツラのカバーには、トヨタ D-4S と、ボクサースバルが併記されている。 高回転出力計を目指したため FB20 型と比べてストロークが短縮された結果、ボア X ストロークはくしくも 86X86mm となった。共同開発者であるトヨタ86と使用上の大きな違いはないが、ヘッドランプフロントバンパーフェンダー部のエンブレムや内装デザインなどが違う。開発技術は両社から持ち寄られており、開発費も 両者で接伴されている。一般的に車両コンセプトやパッケージングなどの企画策定と全体デザインはトヨタが設計と確認作業は富士重工が担当したとされるが、基本的には両者技術者陣の合議のもとに開発が進められた。スバルの多くの車種に搭載されている運転支援システムアイサイトはトヨタではトヨタセーフティーセンスという該当する装置はあるが、 車両検知システムの違いにより全グレードで搭載されていない。過去のグレードアメリカ市場におけるスバル BRZ の販売台数は2012年5月の販売開始から2013年4月末までの1年間で6744台である。相違点を過剰書きにて以下に記す。なお、エンジンなどの車における基本部分は共通である。 2013年から86及び BRZ によって争われるワンメイクレースとして画像レーシング 86BRZ レースが開催されている。86に比べて BRZ の台数は極めて少ないが2016年6月のクラブマンシリーズで手塚優や同年10月にはプロフェッショナルシリーズで井口拓人が初優勝を収めている。 スーパー GT GT300 クラスにも参戦し、鈴鹿 1000km の2勝を含め4勝、ランキング最高5位の成績を収めている。ありがとうございます。